もう同じようにクロスで描いていきます。かわいい色彩ですね。最後はラグですね。
ラグを書きたいと思います。ラグが一番広い面なので大変かと思います。点描のようにひたすら書きます。仕上がりました。こういう感じですね。いかがでしょうか。非常にこのモンブランのボルベ、このかすれ感とヌメット感が本当に鉛筆で描けます。私とちょっと相性がいいですね。この光の表現とか陰影の表現、濃くかけたりかすれたり薄くしたり、もう自由自在に描けますね。空気感がうまく捉えることができたかなと思います。いい仕上がりですね。本当にこちらモンブランのボルベですね。店頭でちょっと試し書き本当にしていただきたい一方です。もしこの動画が良かったなということは、いいねボタン、チャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。